ケースのライブジムにようこそ。いや、ちょっと違うな。今日はこんなテンションで喋る感じの話じゃないですね。というわけで、ケースのライブジムにようこそ。ビーズダイス90番のカズです。今日なんですけどね、皆さんタイトルにもあると思うんですけど、今日はですね、稲葉さんのについてね、お話ししたいと思います。その言葉って大丈夫かな。されたダンされる。それはまずいですね。どうしよう。他にはじゃあとりあえず稲葉さんについてね、ちょっとお話ししたいと思います。それで、あの今日の動画はね、女性の方だけ見てください。あの男性の方はね、もうすぐ閉じてください。見ちゃダメダメだよ。ダマ一丁喜んで。じゃあ今ね、見てるのは女性の方だけっていうことで進めていきますけど、なんで、まあ、この話をねしようかなと思ったかというと、僕のね、あのツイッターのフォロワーさんね、こういうことをね言ってた人がいたんですよ。稲葉さんが稲葉さんを触るとき、ややこしいねこれ。股間でいいかな。股間だったらまあいいでしょ。稲葉さんがね、あの股間を、触ったりとかね、そういうパフォーマンスをするとき、そういうねパフォーマンスをしてくれるのは嬉しいんだけども、世の、ビーズファンのね、女性の方たちはそこまでね、なんか気になってるんでしょうかみたいなね、まあそんな感じの、大まかに言うとそういう、ね、あのツイートをされてる方いたんですよ。まあそりゃそういうねパフォーマンスしてくれたらちょっと嬉しいんですけどみたいな。でね、そこで思ったんですよ。女性の方は結構見てるのかなと思って、そういうところをね、稲葉さんの股間を、まあ僕たちはね男性なんで稲葉さんの股間をねこう見たりはしないですよ。うーんとかね見たりしないですけど、ね、だけど例えば女性のアーティストの方とかね、例えば胸元がすごいガバッと開いた服だとか、ちょっとセクシーな服を着てられる時、そういうパフォーマンスしてる時にやっぱ見ちゃいますよ。男性はねそういうところを見ちゃいます。僕だって見ます。なのでね、まあ、女性の方もあのその男性パフォーマーのそういうところ見てるのかなと思って。え、見てるの今。え、嘘でしょ。恥ずかしい恥ずかしい。いや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 、見てるの。ちょっとモザイクやるね、モザイクモザイク。いいですか、モザイク入りました。はい、それで僕がビーズのライブとかね見ててあの気づいたことはね、ちょっと歌詞にねそういったねニュアンスがある場所にそのパフォーマンス、股間パフォーマンスをね入れてるような気がするんですよ。例えばゼロで、ゼロの君のうちに突っ込もうかなんて、やってるでしょ。結構やってる、だいぶの確率でやってると思うんですよ。ね、あるあるって思ってるでしょ。やってるやってるってね。そう、あと最近ですと「ホロッタニューラブ」のミスターアーマン、あの曲の「もうちょいスタミナつけて」とか、あそこもやってるんですよ。スタミナつけてみたいな、ね、触ってるんですよ確かに。だからちょっとスタミナつけてとかね、スタミナつけて何やるんですかねとか、突っ込もうか、何を突っ込むんですかねみたいな、そう、多分そういうことだと思うんですよ。そうだからそういうのにちょっと歌詞にね、そういうことがかかったところに持ってきてるような気がするんですよ。どう思いますか皆さんね、思いませんか。気にしたことない。気にしたことないですか。私はね、私は気にしたことないけど、なんか私のお母さんは、うん、あ、また稲葉さん股間触ってる言ってた。なんかちょっと喜びながら言ってた。やっぱそうなんですか。まあ若い子よりかは、まあそういうのにね、敏感なんですかね。あのちょっと年齢いった方ね、僕と同い年とかね、ちょっとそのガチガチのビーズ世代の人の方が、まあ言うんですかね。下ネタはまあ若い子より、まあ、僕たちの年代の方がね、入りやすいですよね。抵抗ないじゃないですか。どうですか。下ネタ全然話すよ。全然話す。話すそうです。他にもね、こういうところで稲葉さん、チン。他にもね、あの稲葉さんこういうところであの股間触ってますとかね、そういうパフォーマンスしてますみたいなありましたら、コメント欄の方にね、あの残してください。今後はね、まあ、そういう映像見るときに、ね、注意してみたいと思います。見てどうするの。見て。ああ、また触ってるってやる。はい、じゃあね、まあ、今日はね、ちょっとこんな話、まあ、ちょっと下ネタ寄りになっちゃったんですけど、まあ、下ネタじゃないですか、まあ、股間パフォーマンス、もう稲葉さんの新たなジャンルですよ、股間パフォーマンスね。ということで、あのお話ししてきました。まあ、女性の方でね、まあ、コメント書きづらいっていうのがあるかもしれないですけど、ぜひね、素直に書いてほしい、コメントね、どういう感じで見てる、まあ、気にしてないとかね、まあ、気になる方は、正直に気になる。
そういうパフォーマンスをされると、はぁーってなるとかね、ちょっと嬉しい、なんか照れるとか、そういったね、あの率直な意見をね、ぜひコメント欄書いてください。はい、じゃあね、今日の動画面白かったなと思った方、高評価、あとね、チャンネル登録まだの方、よろしくお願いします。あと、Twitter と Instagram もやってますので、ね、フォローの方よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画で会いましょう。せーの、お疲れー、バイバーイ。もうモザイクいらんよね。いいんじゃない。はい、撮ってくださいもっこりしすぎでしょこれ僕の股間パフォーマンスです